こんにちは。今日のロスジェネなんですけども、ちょっと初任給を年代別に見てみようかと思うんですよ。で、ロスジェネ世代の私たちとしては、高校なり大学なりを卒業した頃の初任給を今でもなんとなく覚えてると思うんですけども、私の感覚だと20万円前後かなと思ってるんですよ。それから10年20年と経って、まあ今でもね、大体大卒の初任給って20万前後じゃないかなと思うんですよね。で、初任給がなんで上がるかっていうと、それは前の世代の人が世の中に景気の波やインフレを起こしてくれるから、だからこれからも経済成長が見込めるかなっていうことで、新しく採用する人の採用基準がね、上がっていく。つまりは初任給が上がっていくっていう流れがあるんですよね。で、私たちが初任給で20万なり、まあもしかしたら15万いただいてるとして、じゃあ私たちの10年前に就職した人はどのぐらいもらっていたんだろうってことを考えながら、今日は話を進めてみようかと思います。よろしくお願いします。ではですね、ロスジェネの親世代についてちょっとまずは考察していきます。私が生まれたのが昭和47年なんですけども、ここにデータがあるのがね、昭和49年の頃の高卒の男子女子の初任給です。いくらぐらいだと思います？私たちが生まれた頃、その親世代は高卒で男子だいたい5万7000円から5万9000円が初任給でした。専門職で6万1000円から6万3000円です。女性の方は、まあ就職率はそんなに高くなかったんですが、事務職で5万1000円から5万6000円、技術職、専門職で5万6000円から5万8000円ということだったんですよね。で、大卒でも10万円もらってなかったんですよ。私たちの親世代っていうのは。どのくらいだと思います？私たちが生まれた時に、お父さんお母さんは私たちを養いながら給料7万円ぐらいでやってくれたんですよね。大卒でも8万円いってなかったんですよ。7万4000円から7万9000円です。女性は6万4000円から6万6000円というデータが残っています。すごいですね。私たちのお父さんお母さんはパンを買うのもお米を買うのもこの10万もない給料の中からやってくれたんですね。で、毎月毎月500円とか1000円という貯金を積み立てて、私たちが将来ね、大学に進学できるように、結婚資金ができるようにっていう風に貯めてくれたんでしょうね。でも500円とか1000円を20年間貯めても結局はそこに届かなかったんじゃないかなと思うんですよ。だから大学の入学の時には奨学金も使わなくてはならなかったっていう背景があるんですね。言ってみれば私たちの親世代もこうやってお金では相当苦労したんでしょうね。さあ、それではもうちょっと時間を巻き戻してみましょう。大東亜戦争から5年後、昭和25年の大卒の初任給です。公務員で4223円、当時の物価ですが、牛乳が12円、ね、瓶の牛乳が 200ml でありましたね。で、かけそばが1杯駅前とかで食べると15円、ラーメンが喫茶店などで20円で、喫茶店のコーヒーが25円と、実はラーメンよりでも喫茶店高かったんですよね。コーヒーは当時貴重なものだったんで、昭和20年代ってミルクホールって言ってね、ミルクを飲むような喫茶店はあったんですけども、コーヒーはまだ出たてで扱ってるところが少なかったんですよ。で、日々の戦闘代はだいたい10円で、週刊誌は15円で買いました。新聞は1ヶ月70円、映画館は1回80円で入れる時代。それが大東亜戦争敗戦から5年後の昭和25年の物価です。で、私が生まれた時の親の給料、1972年に一気に時間を飛びます。先ほどもちょっとお話したんですけども、大卒の初任給は公務員で 47,200 円です。高卒の初任給、こういった方が当時はほとんどだったと思いますけども、37,500 円ですね。だから3万とか4万、まあ5万円に手取りがいかない段階で子供を育て始めたんですよね。2人とか3人っていう、そういう風な人口ボーナス期ではこういう風な収入所得の状態だったんですよ。ただし物価も1970年代は安かったです。牛乳は1瓶28円とかね、そばは駅前で食べても120円、まあ100円のそばって最近見かけませんけども、確かにね、私たちが40代を過ごす中で100円の蕎麦屋ってのもあったかなかったかなって感じです。ちょっと記憶の隅にありますね。で、ラーメンが1杯140円で食べれた時代で、喫茶店でコーヒーを飲むと150円が標準でした。確かに私が10歳ぐらいの頃、喫茶店のコーヒーが200円ぐらいで見かけたような気がしますね。銭湯は48円、
ね、チャリ線で入れた時代です。そして週刊誌は、だいたい90円ぐらいでした。確かね、私が10代の頃に週刊少年ジャンプも、130円とか140円ぐらいで、安かったような気がしますね、今に比べて。十分、月のお小遣い300円でも、漫画雑誌が一冊には使えた時代でした。コロコロコミックが300円ぐらいだったかな ?250 円とかあんな感じだったかな、はい、今いくらなんでしょうね。で、新聞の購読料は、この時は雑誌よりもかなり高くなってきて900円で、映画館は800円で入りました。私が中学の頃入った映画、確かそれも1000円超えてなかったと思います。1970年代の、まあ、ロスジェネ世代の親の給料が大卒で、まあ大卒は当時エリートでした。私たちの親世代で大卒ってのは珍しかったんですよ。エリート。エリートと言われる方で4万円から5万円と、大卒を出てなくてもそんなに変わらなかったんですよね。ただ、やっぱり幹部になる道がありましたね、大卒だったら。で、高卒だとやっぱり現場止まりっていうかね、下士官止まりだったと思います。で、ちなみにね、当時の大卒の給料4万から5万ってことですけども、現在の価値換算すると14万なんですよ。ですんで、実は1970年代よりも、我々の世代がね、まあ、苦しいとされているんですけども、実は1970年代の方が苦しかったんですよ。で、この頃ってね、物が足りなかったんですよね。まだまだ物が足りない時代でした。まあ、ですんで、どんどん一生懸命ね、仕事をして生産して、残業していっぱい商品をどんどん世に送り出して、次の世代、1980年代の、この黄金期を作り出そうとした、そんな時代だったんじゃないかなと思います。ですから、こうやって1970年代の方が大卒の給料4万5万で働いてくださったんで、1980年代は初任給がぐっと上がることになります。前の世代が頑張るから次の世代の初任給が上がる。この流れが見事に証明された、そんな時期だったと思います。じゃあ1980年代のお話していきましょう。ロスジェネ世代が10代の頃、親の給料は大卒の初任給で、だいたい11万4500円と出ていますね。現在の価値換算でいくと14万2111円なんで、この頃やっとね、暮らしがちょっと豊かになってきたかなと、ローンでも組もうかなと思えるような時代でした。ローンを組んで、まあ、車を買ったりね、海外旅行にちょっと目を向けたりみたいな人がポロポロ出始めたのが1980年代です。まあ時代もそこにバックアップするようにバブルというね、高度経済成長のクライマックスに向かっていくわけですね。で、この頃ね、副業っていう概念がわずかに広がり出しました。1980年代に。ね、1980年代っていうと、高校生の私たちがアルバイトも初経験する時代です。私が最初にアルバイトをした、その時の時給が475円、時給でした。で、その後いろいろバイトを探すんですけども、大体ね、時給が700円とか750円だったら高いと言われてた時代ですね。まあ、900円なんてのは見つからなかったです。大学に入った頃に時給が900円とか1000円っていうのが特別な環境で見つかったみたいなところがありました。当時コンビニが全盛期だったんで、コンビニの深夜のバイトの時給が900円とかね、高いところでは1200円っていうのが地方でもありましたね。私もそこを体験しました。で、1980年代の後半では在宅っていうブームが起きましたね。これがサラリーマンの代表的な副業となりました。ボーナスを突っ込んでいくみたいな感じで株を買って儲けに走った人もいたんではなかろうかと思います。はい、じゃあ1990年代、ロスジェネが20代です。まあ働き出した人もいるんで、もう覚えてる方もいると思います。私もその一人ですけども、1990年代の初任給っていうのは高卒で15万円、大卒で20万円弱、まだ20万円は超えていませんでしたが、20万円を超えた初任給をもらえたら優秀と言われていた、そんな時代でしたね。まあ私も最初の初任給がね、19万円台だったんですよ。地方の名もない会社だったんですけどね。で、この頃副業ってのが大きく広がりましたが、基本的には副業は多くの会社で禁じられていました。じゃあ2000年代行きましょうか。2000年代というとつい最近のような気がしますが、ロスジェネ世代が30代です。まあ、派遣時代って言われてるやつですね。30代で派遣会社に勤務するということは正規じゃなかったんでしょう。20代の正規労働にこぼれて、30代では非正規労働をそのまま続けていたという方がかなり多かったんじゃないかなと思います。この頃私たちの次の世代は大卒の初任給を20万円突破で迎えます。ところがですね、増税の影響や物価高で、現在の価値換算にすると、この大卒の初任給20万円はなんとですね、18万円の実質受け取りなんですよ。1割も、もう最初から、もう支給からですね、1割
こう圧縮された状態でしか使えないっていう状況だったんですね。多くはこれ増税の影響です。私たちが初任給をいただいた頃に比べて増税ってのが1割増しぐらいになってるんですよ。でしかも、まあ、前の世代って言ったら私たちのことですけどね、私たちの世代がやっぱ社会の停滞をねやっぱ作り出したところもあって、残念ながらね2000年代 Z 世代の方ってのは非常に苦しいスタートを切ってるんですよね。だから副業が一般的になったということがあります。まあフリーターの全盛期ってのも、この西暦2000年代に起きて、そして同時にフリーターの凋落期も来たわけなんですよ。フリーターってのがものすごく働きやすい時代とともに、まあそれがね、まあフリーターのバブル崩壊ですかね、フリーターじゃやっていけないよみたいな時代が来ました。でそこにロスジェネ世代が30代、まさにストライクしちゃったんですよね。30代私たちが過ごす中でも様々な世界的事件がありまして、かなりまあ二極化ってものがここで叫ばれ出したってことですね。じゃあつい最近の2010年代はどうでしょうか。ロスジェネが40代になってしまいました。大学の初任給は20万円をついに突破しました。しかし10年間ほとんど大卒の初任給は変化が見られませんでした。この20万も現在の価値換算にすると19万7500円と、まあ、ほぼ変わらないってことになりました。そして口々にこういうふうにロスジェネ世代はね言うことになります。気がついたらこんなことにとかね、気がついていたからこうできたとかね、まさに二極化が顕著になる言葉です。気がついたらこんなことにっていうふうに、もうニッチもサッチもいかないっていう自分の足元に気づいた方と、ずいぶん前からそれに気づいていて、きちんと20年がかり30年がかりで対策を打ってきた慎重な人もロスジェネの中にいて、気がついていたからこうできたんだよっていう方ですよね。はい、じゃあ2020年代、まだ始まったばかりですけども、ロスジェネ世代はいよいよ50代になりました。大卒の初任給は変わらずに20万円前後です。30年間変わってません。いやーもう本当にね、この変わらない給料ってのがね、社会の閉塞感とか将来の不安を醸し出してますよね。大卒の初任給の給料が上がらないわけですから、まあだいぶ初任給っていう概念から離れた50代の私たちが給料が上がらない世代になっていくのも仕方がないのかなと。で、冒頭でお話したように、なんで初任給がどんどん高くなっていくかっていうと、その前の世代が豊かさを作り出しているからこそ、次の採用世代にも多くの給料が払えるってことなんですよね。でも、もう前の世代が仕事ってものをね、もうだいぶ余らしちゃってる。まあ、つまりは働きたい人と、それにあてがう仕事のバランスが悪くなってきて、もうあんまり人いらないよっていうふうに、働く人いらないよってことになっちゃうと、まあ初任給で人を引きつける必要もないので、給料が上がらない傾向になっていくってことなんですよね。まあいろいろと通して感じたんですけども、ロスジェネ世代がインフレを作り出していれば、この初任給も上がっていたんではないかなっていうのが、まあ冷たい現実とあるわけなんですよ。ただ残念ながら、私たちロスジェネ世代は、なんか、時代の狭間で取り残されているっていう感覚ももちろんあって、被害者の面もあるんですけども、同時に次の世代から見ると、 Z 世代から見ると、お前らしっかりしてねえからこうなったんだよみたいなね、声が聞かれるのもまあ現実かなと思いますね。まあだからといって卑屈になることなく、こっからでもね勝負かけて、まあ立派な自分の人生を引いていきたいなと、無駄な抵抗を続ける日々でございますけどもね。でもやってみなくてはね、座して死を待っていても何もないですから、小さな突破口を大きく広げていく。そしてロスジェネ世代の強みは同じ世代が多いってことですよ。同じ世代が多いんですよ。だから一人でこもってねしまうんじゃなくって、同じ世代と協力して一つの大きなうねりを作っていければなと思います。まあその方法はいくつかありますんで、また別の機会にお話します。